2023年、4月の2日、淡井圭介より、森川ジョージ先生への、メッセージ、まあ、漫画家の方ですけれども、まあ、あの先生という言葉が適しているかどうかちょっとよくわかんないんですけども、あの初めの一歩のね、あの主人公幕内一歩選手の、復活の仕方、ゴーダ爆発の、復活、もう一度プロのリングに上がるという決意、地震による被災者、これは他国の方たちを救うというケースでもいいです。実際トルコでも大地震発生してます。中国でもあり、今までありましたし、台湾でもあります。世界中どこでもありますから、インドネシアでもね、結局さ、資源の採掘が元っていうのはもう僕は分かりきってるんですけども、そういうところ込みでね、今まで、まあ結局、まあ、正体はね、消費者の人たちがしっかりと節約しなきゃなんなかったっていう話になってくるんですけども、地下がね、空洞化がものすごいですから、年間土砂のかき出しと岩石のかき出しね、石油の採掘とか、ガス、石炭、ウラン鉱、あと金属類とかのね、採掘、金属なんかもう31種類ぐらいありますよ。もうちょっとあるかもしれない。37かもしれない。で、そういうものを採掘するのに地中の中もう穴だらけになってるんですよ。で、年間200億トンぐらいの空洞が出来上がっていて、そこから一斉崩落が起きて、大きな地震が発生している。その辺については、ホームページ、淡井圭介の履歴の97番、見て、地震についてっていうところがあるんで、それ見ていただいたらわかります。世界中の地震の状況とか、僕の言ってる内容とか見てもらったら、ご理解できるかと思います。とにかくね、初めの一歩、しっかりとね、復活させていただいて、豪太爆発で、僕もそれ見て、元気になるでしょうし、まあ、それは、まあ、直接的に森川ジョージさんの、まあ、阪神淡路大震災で未だに救われない淡井圭介を、まあ、一つの助けてるっていう行動になる。これが、まあ、結局ね、まあ、亡くなってから、あの世があるかどうか分かんないです。分かんないですけど、僕はあると思ってるんです。で、その人たちがね、亡くなった時に、森川君、いい仕事したね。森川ジョージさん、いい仕事したね。って言ってくれる。ね、亡くなってから、何かいいことあった方がいいじゃないですか。だからまあそういうことでね、今回メッセージを送らせていただいたんですけども、僕からのリクエスト、まあご提案です。まあ幕内一歩の、もう一度プロのリングに戻るきっかけは、被災者の人たちへ、自分がファイトマネーで、そこから寄付金を出して、寄付してあげたりだとか、被災地の復興労働力だったりとかね、まあそういうふうなところでね、貢献するために自分が頑張らなきゃなんないんだっていうところで、あっさりとそれを言い切って、リングに上がって、ゴーダ爆発、もうすべて KO で、無敗のまま一気にチャンピオン、行きましょう。森川ジョージ、さん、よろしくお願いします。まあ今日も阪神タイガース勝ったんですけども、試合の勝ち負け取り組んでます。私の方で。とても今気合が入って充実してます。皆さん、どうぞこういった世界の方に来ていただいたら良い世界が作れますので、たくさん多くの人がこういう世界に来ていただければ、ね、僕は、プロ野球業界にどういったことを述べてるかっていうのは、100番のね、あ、ホームページ淡井圭介の履歴の100番のプロ野球界へのメッセージとか証拠とか、ああいうふうなところを見ていただいたらご理解できるかと思います。それでは、長い間ご清聴ありがとうございました。ご対応のほどよろしくお願いします。